就活会議。皆さんこんにちは、就活会議の柳です。今回は SMBC ファイナンスサービスのインターンシップに実際に参加した学生さんから具体的にお話を聞いていこうと思います。前回の動画では SMBC ファイナンスサービスのインターン選考内容、あとは選考を通過するための秘訣について具体的に聞いてきましたが、今回の動画ではインターンシップの内容について詳しく聞いていこうと思っております。興味のある人はぜひ参考にしてみてください。それでは早速インターン体験談についてお話しいただく学生さんに登場していただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では改めまして簡単に自己紹介の方お願いします。立命館大学政策学部4回生の田中です。私は大学の学内図書館で、配下業務であったりイベント企画などのアルバイトをしております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速前編に引き続き後編ということで、 SMBC ファイナンスサービスの今回はインターンの実際の内容についてお伺いできればなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。では最初にですね、このインターンの日数、実施時期について教えてもらってもいいですか？はい、実施日数としては3日間でございまして、形式としては連続で3日間やるというよりは、こう9月に1日、10月に1日、11月に1日というようにそれぞれ独立した半日間のインターンシップを3回繰り返すというような3 days でございました。これはインターンに参加できた全ての学生が3日とも参加できる形になるんですか？はい、おっしゃる通りでございまして、先ほど前編で申し上げさせていただいた選考に合格した学生であれば、全ての日程に予約すれば参加できるという形式でした。ありがとうございます。このインターンというのはリアルでしたか、それともオンラインでしたか？オンライン形式で3日とも開催されました。時間帯的にはどういった時間帯でしたか？予約の日程によって変わってたんですけれども、だいたい9時開催の13時、14時終了の会と、13時開催の17時、18時終了のような形で、半日間で行われる形でした。なるほど。実際にインターンに参加された学生の人数っておよそどれくらいでしたか？これも日程によって変わってたんですけれども、大体平均で1回につき30から40名ほどいました。なるほど、ありがとうございます。では3日間参加されたということで、1日ずつ内容をお伺いできればなと思うんですけれども、じゃあまず1日目、はい、これは何月頃でしたっけ？大体9月の中旬頃でしたかね。はい。じゃあそこではどういった内容を行ったんですか？内容としては、決済ソリューション体感ワークということで、総合的な決済の、事業を提供している、SMBC ファイナンスサービスの、事業を理解するワークで、架空の企業に対して、決済ソリューションの提案を行う、ワーク内容でした。なるほど。実際そのグループワークというのはどういった何人くらいで行われたんですか？チーム大体5名から7名ほどで、行われました。体験ワークっていうのは割と結構踏み込んだインターン内容かなと思うんですけれども、はい、内容を実際に体験してみていかがでしたか？そうですね、内容としては架空の旅館の支払いに関して、現金しかないのでキャッシュレスを導入したいですっていうような顧客に対して、どうアプローチするかっていう形式だったので、実際の SMBC ファイナンスサービスの、クレジットカード事業の営業部がやっている事業に近いような内容でした。なるほど。それは、顧客に対して課題解決するために、どういったアプローチをするのかを考えるのか、それとも営業の方法を考えるのか、どういった感じでしたか？そうですね、前者に近いかなと思っておりまして、営業として、顧客の課題解決をする決済の、ソリューションは何かを考えて実際にプレゼンするという内容でした。なるほど。そのプレゼンというのは最終的に順位付けとかされたりするんですか？順位付けはおそらくなかったかなと思っておりまして、各チームにつきフィードバックが行われたぐらいです。実際にやってみてどうでしたか？結構初日なので、2日目に比べると簡単な内容だったんですけれども、それでもやっぱり決済ソリューションっていうと結構専門用語が多かったので、そこは難しかったかなと思います。フィードバックとしてはどういったフィードバックになったんですか？そうですね、良かった点に関して少し触れられて、あるいはこういう視野で見ることもできるんじゃないかというような改善案を教えていただきました。ありがとうございます。では続いて2日目についてお伺いしたいんですけれども、2日目はどういった内容でしたか？はい、2日目に関しては3つの事業を体感しようということで、総合ファイナンス体感ワークが行われまして、架空の自動車販売代理店に関して、SMBC ファイナンスサービスの3つの事業、クレジットカード、トランザクション、審判事業のすべての事業を巻き込んで、
お客様の課題を解決する。まあ、要は1日目はクレジットだけだったんですけれども、2日目はまあ3つの事業すべてを使ったまあ営業体験でした。なるほど。まあ、グループワークとしてはどういった流れで行っていったんですか？そうですね。まあ、基本1日目と同様で、まあ、簡単に全体で概要の説明を受けた後に、まあ、5名から7名ほどのグループに分かれて、まあ、架空のまあ自動車販売会社のまあ状況を分析して、まあ、それに対して最適なまあソリューションは何かを、まあ、合計3つの事業、各それぞれ6個だったと思うんですけども、6×3 の18個のソリューションの中から、まあ、3つか4つを選んで、最後にプレゼンするというような形式でした。なるほど。じゃあ2日目やってみていかがでしたか？ですね。まあ、やっぱりこう当社のまあ事業の幅広さというのをまあ体感できることができたかな。例えばこう決済のプラットフォームを導入するだけじゃなくて、そこからオートローンの提案もできるというような強みを学べたので、まあ、一番学びが大きかった日だったかなと思っています。ありがとうございます。では続いて3日目についてお伺いしたいんですけれども、3日目の内容を教えてください。3日目は、入社後に必要な経験を積み上げる過程を体感しようということで、キャリア形成のワークが行われました。内容としては、まあ、選択式の自己分析のワークと、まあ、その結果と、まあ、SMBC ファイナンスサービスの、まあ、事業であったり、社風との、まあ、類似性を確認するような自己分析ワークでした。うん、なるほど。こちらもグループワークの進み方も教えてもらってもいいですか？そうですね。まず、まあ、個人ワークでこう自分の自己分析の選択肢を選びまして、まあ、そこからグループに分かれて一旦共有というか、まあ、1人ずつ私はこういう価値観を大事にしていますというような発表をして、まあ、その感想を、まあ、自分の、まあ、用紙にワードで打ち込みまして、でその後、まあ、SMBC ファイナンスサービスとさっきの1つ目のワークの結果の類似性を確認する、まあ、結びつけのような、まあ、企業分析かつ自己分析ワークのようなものをまずまた個人で行いまして、その後グループで再び共有して、まあ、感想を言い合うというような形でした。なるほど。やってみていかがでしたか？企業分析と自己分析をセットでやってくれたというのがすごいありがたかったかなと思っておりまして、実際にこう自己分析をやって企業分析もやることで、こう本選考で必要な志望動機をもうインターンの中で作ることができたので、まあ、その作るということがプログラムとして盛り込んでいたというのはすごい、まあ、評価できる点かなと思いました。なるほど。そのまあ作ったその志望動機だったり自己 PR みたいなところにつながるものが最終的にまあキャリア形成ワークとしてできたと思うんですけれども、そのキャリア形成ワークに関して社員さんからフィードバックみたいなのあったりするんですか？あ、そうですね、まあ、定期的に社員の方がまあグループを巡回していて、まあ、フィードバックというほどのものではないんですけれども、まあ、簡単にこう話に混ざって軽くコメントをいただくようなことはありました。じゃあ実際に社員さんの目の前で本選考で出すかもしれない自己 PR だったり志望動機っていうのを実際に聞いてもらえるっていうのはすごい大きなメリットですね。そうですね、まあ、自分が話すタイミングでまあ社員さんが来ていたらまあ聞いていただけたので、まあ、そういう点ではまあ大きかったかなと思います。なるほど、ありがとうございます。このインターンっていうのは実際に早期選考につながったりするんですか？あ、はい、つながりまして、まあ、3日間参加した人はおそらく全員早期選考に案内されていました。なるほど。田中さんも案内されましたか？あ、はい、されました。いつ頃案内が来たんですか？そうですね、案内が来たのは年明けの1月の末頃かなと思っておりまして、まあ、2月からまあ2月の中旬頃にまあエントリーシーズンウェブテストを提出してまあ選考開始という流れでした。ありがとうございます。ちょっと話戻ってしまうんですけれども、このインターンを行う中で、まあ、3日間すごくみっちりそのスケジュール組まれたそのワーク体験ができるのがこの SMBC ファイナンスサービスの特徴かなと思うんですけれども、学生がどういったポイントを社員が見てるかなっていうのは何か印象残ってることありますか？グループワークがメインだったので、やっぱりこうグループワークのフィードバックの時にこう周りの意見を聞く力であったり、こう意見の偏りがないようにみんなに話を振るというのを重視していたので、そういう点では協調性が重視されていたのかなと思います。田中さん自身はどういったポイントを意識しましたか？そうですね、まあ、僕もまあここの、まあ、グループディスカッションの時と同じように、まあ、選考の時と同じことを意識して、まあ、自分の意見をしっかりと発信しつつ周りの意見を拾うことを意識していました。なるほど、ありがとうございます。インターンに参加されていた学生さんってどういった学生さんが多かったですか？そうですね、本当に幅広い学生が参加していまして、まあ、総計だったり宮廷の、まあ、学生から、まあ、マーチだったりニット、コマセン、サンキン、こういうの、まあ、学生であったり、まあ、あの地方の大学の方も、まあ、いたので、結構全国の幅広い学生で、まあ、特定の大学群に絞っておらず参加していたのかなと思います。なるほど。まあ、そういう意味では誰でも、まあ、その学歴フィルターがあるわけでもなく、エントリーして
その最初の選考さえ突破すれば誰でも参加することができるっていうところですかね。そうですね、まあ、他社に比べると、まあ、フィルターの印象はあまりなかったかなと思いました。ありがとうございます。まあ、このインターンを通じて田中さんとしてなんか一番の収穫だったり学びみたいなものって何かありましたか？こう3日目が終わった時点で志望動機がある程度出来上がっていたのは大きな学びというかありがたい点かなと思っておりまして、1日目でこう授業を体感してそれを材料に、まあ、3日目のワークの中で完成させるというような形式がすごいこう学生の本選考のことまで考えていただけているなという点で、まあ、学びであり、まあ、好印象な点だと思いました。なるほど、ありがとうございます。そういった意味では自分の本選考で生かす内容も作ることができるっていうのは他のインターンにはない特徴的な部分だと思いますか？そうですね、まあ、他社では自己分析ワークのインターンはあったんですけれども、その志望動機まで作れるようなワークを組んでいる企業はあまりなかったので、まあ、どっちかになってしまうことが多かったんですよ。その企業理解をするワークか自己分析をするワークかのどっちかだけの企業が多かった中で、まあ、当社はもう3日という、まあ、余裕があった中で、まあ、両方やっていただいたので、そこは特徴的だったなと。ありがとうございます。田中さん、このインターンに参加するにあたって何か事前に準備をしたこととか何かありますか？あ、そうですね、まあ、採用ホームページで、まあ、3つの事業がどんなのかなっていうのを、まあ、勉強したのが準備としてあったかなと思っておりまして、まあ、というのもこう当社はクレジットの事業だけでも結構、まあ、ややこしいことが多いんですけれども、それ以外にこう集金代行であったり、まあ、審判、まあ、ローンを、まあ、貸し付けるような、まあ、事業もやっているので、それらを理解しておくという勉強は、まあ、事前にしたかなと思います。ありがとうございます。じゃあ振り返ってみて、この準備足りなかったなとか、こういった準備しといた方が良かったなってありますか？あの他社との比較はもうちょっとしといた方が良かったかなと思っていまして、あの、まあ、例えば三井住友カードさんであったり、あるいはあの同業他社であるオリエントコーポレーションさんのような審判会社との比較をしておいたら、まあ、より有意義だったかなと思いました。なるほど、ありがとうございます。振り返ってみてなんですけれども、まあ、この SMBC ファイナンスサービスのインターン総称してみていかがですか？そうですね、まあ、当社のインターンシップはこう志望動機を作ることができて、かつそのインターン参加者は早期選考に案内されて、かつ優遇もあったので、こう今まで参加した中では一番こう内定に近づきやすいインターンだったかなと思いました。実際の本選考に参加して、それこそ内定を本気で狙っている学生はインターンから参加した方がいいということですね。そうですね、まあ、本選考に関してお話しさせていただきますと、あのインターン参加者は、まあ、まずこうイエスは出す必要があるんですけど、まあ、通過率は基本高くて、プラスであのウェブテストを使い回せるので、うん、まあ、夏通過していれば、まあ、本選考も通過するような形で、プラスでそのグループディスカッションと一次面接が免除されて、二次面接からスタートだったので、まあ、面接2回で実質内定が出るような形式だったので、まあ、すごい優遇は強かったかなと思います。なるほど、確かにそのウェブテストのところでインターンの選考で実際に通過しているものをもう1回使えるっていうことは個人的には安心ですよね。もう常に1回通過しているものになってくるので。そうですね、まあ、安心して面接の準備とかもできたので、まあ、グループディスカッション もう免除されていたので、まあ、面接に集中できるという点では、まあ、ありがたい優遇かなと思います。ありがとうございます。では最後になってしまうんですけれども、この SMBC ファイナンスサービスのインターンに参加しようと考えている学生に向けて何かアドバイスいただけますでしょうか？はい、当社はこの審判、トランザクション、クレジットという3つの事業を行っている会社プラスこの SMBC のブランドを使えるという非常にこう独自性の高い、まあ、優位性の高い会社ですので、ぜひともこうマイナーな業界ではあるんですけれども、金融を見ている学生はぜひとも1回、インターンに参加して、まあ、志望していただけたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ここまで、前編と後編に分けてですね、 SMBC ファイナンスサービスのインターンに参加された田中さんに、選考通過のポイントや、あとは今回の動画ではですね、実際のインターン内容について詳しくお伺いしてきました。田中さん、貴重なお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回は SMBC ファイナンスサービスのインターンシップに実際に参加された学生さんをお呼びして、前編と後半に分けて具体的に話を聞いてきました。この動画が面白かった、ためになったと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。